この姿勢は改めた方がいいと思います、うん、サラビアのマンの方ってメタボの人多くありません？あれは良くないと思いますね。でここで差がつくっていうことを私は伝えたいですね。こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はダメダメサラリーマンがよくする行動、やめれば人生変わるというような内容でお話ししようと思うんですね。あ、はい、田中さんも結構サラリーマン生活長いですね。28年間サラリーマンやってきたのでですね、あ、まあ、自分も昔やってたなっていうものも自戒も込めてですね、なるほど、あの含めて、はい、あの話をしようと思うんですね。これやってるとダメダメになってしまうと、ダメダメになってしまう、それは本当にやめればね、うん、人生がガラッと変わるっていうようなものでもあります。だから非常に大事だと思うんですよ、うん、あ、はい、無意識にやっちゃう人も結構いるわけですよね、きっと。そうだと思います。っていうか、うん、ほとんど無意識なんじゃないですか。あ、なるほど。意識的にやろうっていう感じじゃないと思いますね、はい、でそういったものをですね、7つほどね、あのラッキー形式で上げて、いきたいと思いますんで、はい、あとは何個当てはまったか数えてほしいですね、はい、半分以上あったらやばいですね。あ、なるほど、はい、という感じで見ていってほしいですね。はい、はい、お願いします。はい、はい、ダメダメサラリーマンがよくやる行動第7位、電車の中でゲームとか SNS ばかりやっている。あ、でもあるあるですね。本当多くありません？やっぱなんか電車乗ってても、もうそればっかりじゃないですか。やってると思うんですよね。ゲームか SNS ですよね、。本を読んでる人とかいませんよね。まあ、少数、かなり少数ですよね。まあ、あのスマホとかで本読んでる人いるかもしれませんけど、ええ、本当に少数ですよね。ゲーム多いんじゃないですかね。しかも結構年配の方も、あ、そうですね、ピカピカピカやってますよね。やってますね。ね、はい、あれは良くないと思いますね。それやっぱ なぜそう思いますか。やっぱりだってこれそれやってなんか自分の成長になりますか。 ならないですね。ね、はい、いやゲームの評論家なんか分からないですけど、それでクッていこうなら分かりますけど、うん、うん、ゲームやってたって何の成長にならないですよね。生産性もないですし ねやっぱりね、うん、あのそういったことの行動っていうのが自己成長の意識が低いってことになるんですよ。うん、やっぱり一時が万事、それが問題だと思うんですね。あの問題なのは結構な時間じゃないですか。そうですね、東京だとやっぱり片道1時間って普通にあるし、30分でもそうですし、はい、ですから往復で1時間2時間毎日、はい、それに無駄な時間を、ね、費やしてるんですよ、はい、これを自分の成長のための行動にやれば、はい、本当にね積み重なっていけば全然違ってくると思うんですよ。確かにこの時間の長さも本当に問題だと思います、ね、相当もったいない時間を使ってますよね。そうですそうです、ね、まあ、東京じゃない方だって例えば車通勤だとしてもね、やっぱり運転している時に音楽だけ聴く人と、はい、あとやっぱり音声のねいろんなためになるものとかあるじゃないですか、うんうん、はい、それ聞いてる、あ、そういうこと YouTube を聴くだけ、見たよね、運転中ダメだから聴くだけでも全然違ってくるんですよ、あ、なるほど。でここで差がつくっていうことを私は伝えたいですね。なるほど、はい、ダメダメサラリーマンよくする行動第6位、これは週末遅く起きて、だらだら過ごすということですね。まあありがちだと思います。そうですよね、私もまあやってたかな。だって疲れてますからね。そうですね、仕事頑張って、ね、1週間、でもですね、私言いたいのはですね、昔はもう残業規制もなく、本当に終電終電まで毎日働いてたんですよ。あ、まあ言い訳じゃないんですけど、でもそういうのはまあちょっとは仕方なかったと思うんですけど、今違うでしょ。そうですね、だから余計伝えたいんです。なるほど。今だって結構残業もねちゃんと厳しい法律でね規制されてるので、うん、6時7時にはね終わると思うし、仕事ね、ましては週末の出勤もそんなにないだろうし、だったらね本当にあの週末っていうのは早く起きて、自己啓発、はい、自己成長、はい、あと家族のためとかね、はい、あの本当にあの有意義に過ごすべきだと思います、で健康にもやっぱりねこういうのは良くないんですよ。あ、やっぱ毎日同じ時間に起きて、ね、そして有意義に過ごすってことがね心身ともに、違ってくるので、はい、これはやっぱり強く言いたいです。大事ですよね。はい、大事です。はい、はい、ダメダメサラリーマンよくする行動第5位ですけども、これはですね、家族との会話が合わないのに修正しようとしないと。これ実はよくあるんですよね。あのまずね、家族との会話合わないって何かというと、結構もう会社オンリーの頭になってると、もう本当にもうそういったあの、分野しか興味ないし、家族やっぱりまた違った
会話の内容じゃないですか、はいはい、奥様とかお子さん、会わなくなってくるんですね、はいはい、でね、会わなくなることはある程度仕方がないんです、やっぱりね、あまりにも過ごしている時間分野は違うので、はい、でそこで合わせようとしない、努力しないところが問題。あ、なるほど。そういう人はですね、自分はあの働いてればいいんだ、うん、俺は会社の給与を入れに入れてるんだというような意識が強いはずなんですね、はい。まあ、ちょっとね、次回も含めてなんですけ ど、 あ、なるほど。本当にやっぱり一生懸命やってる時にやっぱりそういうことがやっぱ起きがちなんですけども、でもあのやっぱりここはね、やっぱりこれは改めた方がいいんです。なぜかというと家族との関係も、もちろん大事、これはすぐに皆さんも想像つくと思うんですね、うん、家族の関係を大事にするためにもうそれじゃないんですよ。そういうふうに仕事以外のところに興味を持たせるとか話題とかコミュニケーションの仕方をもちゃんと身につけるっていうか、そこをなくさないようにすることによっていろんな人脈もやっぱりあのなくさないようにね、減らせるにキープできるんですよ。また増えてたりするんですよ、はい、本当にだから自分を狭めないっていうことなんですよね。なるほど。結局このことって自分が会社オンリーのことを認めてるので肯定してるので、それがいろんなところに悪影響を及ぼすと。大丈夫ですかね、ちょっと難しかったですかね。いや、でも分かる。でもこれは自覚なくね、自覚がない方も多いと思うんですよね、真面目な一言はこうなんですよ。仕事に真面目だから一生懸命一生懸命そこなんですよ、うん、だからかわいそうなんですよね。なるほど、私も昔ちょっと真面目だったので、ですね、本当仕事上手っていうことでということもありました。はい、はい、はい。ダメなサラリーマンよくする行動第4位ですね。自分の健康に気を使わない。なるほど。気づいているんだけど改善の行動をしないという、これも良くないし、これこそね、本当にあのそういう人の体のためにね変えてほしいんですよね。やっぱりサラリーマンの方ってこう言ってなんですけど、本当にあのパッと見てですよ、メタボの人多くありません？あ、まあ確かにそういう印象ありますね。多い少ないかって言ったら、はい、私もいろんな経営者の方とかも今お付き合いあるんですけど、本当に見てね、メタボ多いです、会社員の方が。あ、会社員の方の方が、っていうかあの経営者の方の方が本当にあの体に気を使っているので。なるほど。スマートっていうかメタボまでいかない、はい、別に痩せてるわけじゃないですか、本当にあの、ちゃんと健康に気を使ってる。なるほど。ありますね、これね、あのやっぱり経営者の方ってやっぱり自分が事業主なので自分何かあったらいけない、はい、またあとはですね、あのいつも最高のコンディションで判断とかいろんな仕事を取り組んだりとかしなきゃいけないんで、コンディションに敏感なんですよ、ね、なるほど。その重要性は分かってるんです、。会社員の方はあのやっぱりあのそういう意識がちょっと弱いんじゃないかと思いますね。あ、例えば自分がね、あのちょっと寝込んでにしても別に有給取ってやれば会社動いてるし、あ、そうですね、やっぱり意識レベルは違うと思うんですよ。あ、はい、はっきり言いますけどもね。ですからこれはちゃんとやっぱ気をつけてね、あの健康っていう面もありますけど、さっき私がお話したようにコンディショニング、やっぱコンディショニングがやっぱりあの仕事成果に直結するの で、 やっぱりね、メタの方ってミスも多いらしいですよ。なるほど、そうなんですね、やっぱり集中力が欠けてるので、はい、ということでね、ちょっときつい方かもしれませんけど、本当にね、あのこれは気をつけた方が本当にいいと思います、人生変わると思うんですよ、はい、はい。ダメなサラリーマンがよくする行動第3位、これはですね、会社の人とだけ付き合うと。お、まあ飲み会とかね、よくありますけどね、週末のゴルフとか麻雀とか、はい、ね、週末のキャンプとか、はい、同僚とか先輩後輩とだけつるむというかね、はい、うん、これ本当にやめた方がいいと思いますよ。あ、特に飲み会、はいはいはい、ね、もう言うまでもないですけど、何か有益なこと話してますかと、まあ、中にはいるかもしれませんけどね、そこはちゃんと考えて、本当に9割以上はないと思いますよ。会社の愚痴とかたわいのない話、はい、あとはなんかあやたいなったよねみたいな、なんか傷の舐め合い、そんなんで2時間3時間しかもそれでは酒どんどん飲んじゃうので、はい、使い酔い、翌日で体調悪い、仕事も効率悪い、ミスするかもしれない、もう悪いことばっかりですよ。あ、で私はね、やっぱりあの41歳の時にね、それまでは普通のサラリーマンでしたけども、そこからバサッとね、同僚との飲み会行かなくなって、あ、そしてやっぱり早く帰って勉強したり、セミナーとかに行って勉強したり、あとはあのいろんな外部の人と会ってね、人脈を作りを図ったりとか、はい、本当にいろいろやって、それでは本当に良かったなと思ってます。あ、はい、だから会社はもちろん大事です。でも会社にいる時に
そういったね、会社の人たちのコミュニケーションを取るんですよ、精一歩。そして本当に定時になったら、仕事が終わったら、もう早く帰る。そして別のことは有意義なこと、そして会社に依存しない、自分の本当にあの生活スタイル、ライフスタイルというのを作るべきだと思いますね。はい、そしてダメダメサラリーマンよくある行動第2位、はい、そうですね、自分の会社は大丈夫だろうという根拠のない考え、妄想というかね、潜在意識というか、あ、はい、そんないろいろ考えて調べて大丈夫っていうじゃなくて、なんかぼやっと考えてるみたいな、自分にはそんな来ないだろうと、はい、急に倒産とか、買収されたとか、はい、あとは自分が所属している事業部が急になくなって配置転換されてとか、はい、あとはあの出向だとか、はい、肩叩きとか、はい、早期退職とか、はい、ね、本当にそういうことは本当に起こりうるのでですね、特にこれからの時代、そうですよね、特にこれからますますだと思いますよ、そうですよね、うん、その自分の会社だけで通用する人間になっちゃ絶対ダメで、他に出されてもね、他の例えば異業種 になったとしても、役立つようなベーシックな基本スキル、そもそもね、それを高めておくっていうことだと思いますよ。この会社だけでやっていくなんてことをまず考えない方がいいと思います。まあ、安定はないですよね。安定はないと思うよ、ね、うん、そうです、うん、はい、ダメダメサラリーマンがよくやる行動第1位です。これはですね、自分の家の家計は大丈夫だろうという根拠のない自信、うん、根拠ない自信、根拠のない妄想、うん、まあこういう時代ですから、やっぱり将来の年金とかね、いろいろ問題、2000万円問題とかいろいろニュースしてちょっとは考えてるかもしれませんけども、まあでも、まあでもみんな一緒だしみたいな感じで、何もあの調べたり行動したり準備をしたりっていうことをやってなければ同じなので、はい、この姿勢は一番改めた方がいいと思います。これからの本当の日本っていうのはですね、あの本当にあの脅すわけじゃないんですけども、悪い情報ばっかりじゃないですか、ね、給与はもう本当に上がりづらくなってますよね、はいはい、企業は内部留保を貯めることに精一杯 そうですよね、であとは税金は上がってきてるし、また今後も上がっていくじゃないですか、はい、ね、うん、サラリーマンも税金多く取れるようになってきてます、はい、少しずつだから分からないかもしれませんけど、社会保険料も上がってきてますしね、あ、そうですね、うん、年金だっていつからもらえるかとか、はい、ね、年金いくらもらえるか、あと定年だって伸びていくじゃないですか。これからのやっぱり日本サラリーマンっていうのはいい情報が本当にないのでですね、それがもろに家計に来るはずなので、本当に自分のねお小遣いを減らすだけじゃなくて、家計、子どもの教育費とかいろいろ我慢させなきゃいけないとか、そうですよね、あの奥様はご主人、あの二人ともね、もう70過ぎまで働かなきゃいけない、働かなきゃいけないとかいろいろ起きてくると思うんで、はい、よくないと思います。でこれの対策は何かというとですね、一番まずあの大事なのは状況を知ることなんですね。で状況っていっても将来のことだから分からないかもしれませんけども、はい、あの私お勧めしてるのはあの Excel とかでですね、あのマネープランっていうんですけど、毎月の収入と出費とあと貯金の残高、うん、ザクッとでいうのでバーッと書いてみるんですよ、うん、35歳の方だったらもう75、80ぐらいで書いてみるといいです、はい、なるほど。で途中途中のイベントあるじゃないですか、はい、子供の入学とか卒業とか、はい、ね、あとは車買い替えとか、お金に関わることも一応書いておいて、それに関わる入出金も書いておくんですね、はいはい、で年収が分が上がるかも一応今の状態でいいから先輩社員に聞いて、はい、だいたい平均にいったらこれやかとかってやってた時に、だいたいあの普通はですね、例えば子供2人いたらですね、子供が小学校過ぎたあたりからだいたい毎年赤字になったりします。だ貯金が減っていくんですよ。でやっと子供が育った時にああと思ったら、でも貯金は本当わずかなんで、うん、ああもっと働かなきゃなってなるんです、うん、本当大変だと思うんですよ。そうですよね、でもこれは健康体だったらこうなんですけど、うん、もしどっちかが病気したら親とかね、はい、すごい大変になりますから。そうですね、まずこれを作るべきです。ちょっと私これ作ったんですよ、はい、41歳までそのサラリーマンでしたけど、そこから不動産投資とかいろいろね、他の事業副業を始める時にまずこれ作ったんですよ。なるほど。そしたらさっき言ったように途中から赤字になってどんどん貯金減っていったんですよ。やばいぞと思ったわけですね。そうそうです。当時マイホームも買っていて、あ、結構ローンも返していたし、であとうちの場合はあの家内が専業主婦だったんで収入私の給与だけだったんですよ。あ、
で子供は結構やれ習い事とか塾が始まってたので、結構やばかったです。でこれはね、これ見てる方はね、それまで作ってみたらいいです、そしてあこうなんのかってなるので、だったら何かやんないとねっていうところから考えて調べて、奥様とかね家族で話し合ってね、できることをやっていくといいと思いますよ。現状をまず明確することによって、危機感もいい意味で出てきますし、対策がで対策も打てるわけですからね、それに対して。そうです、だからこれが一番大事なんですよ。だからこれ1位にしたんですね。なるほど、ダメダメサラリーマンはそういったことは考えてないと思いますね。なるほど、なんとかなりみんな一緒だみたいな。なるほど、はい、そしてね、通勤電車でゲームとか SNS とか、ね、YouTube 見てたり、YouTube は私のチャンネルもあるから、あれですけど、なんてちょっと冗談ですけど、まあね、本当に考えてね、見ていただきたいなというふうには思いますね。皆さんどれぐらい当てはまってたのかなっていう、ね、あ、そうですね、そうそう、半分以上あったらやばいと思いますね。なるほど、まあでも1、2あたりも当てはまってたら本当に変えてほしいなと私は思いますね。まあこんな感じですね。私の YouTube ではね、さまざまな資産形成、お金に関することとか成功法則とかね、あとは不動産投資をとかいろいろ発信しますので、関心ある方は登録されるといいかと思います。で今日の動画もためになったなと思ったら、いいねボタンを押していただけると私は本当に嬉しい励みになります。あと私の成功法則とか不動産投資用のですね、動画をですね16本プレゼントしてまして、それは下にある、公式 LINE、 そちらに登録していただけると無料でお渡ししますので、関心ある方はですね登録されるといいかと思います。はい、では今回は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。